主が拙者の恩師か。このうな丼を選んだこと、決して後悔はさせぬ。やっと帰ったか、恩師。さあさあ、この酒を召されよう。今日蔵を漁ったら見つけたんだ。かなりの上物でござる。あれ、なんだその顔は。氷の上であろうと、拙者は必ず勝つ。この技、受けてみよう。どんな時も食事は大切だ。出ないと筋肉が落ちる。おい、拙者は疲れたでござる。せめて飯を食わせてくれ。すぐ持ち場に戻る。派手に暴れる準備は上々でござる。まだ終わりじゃない。キョロキョロするとすぐに隙をつかれるぞ。うわっ、びっくりしたでござるか。乗り越えられない山なら平らげてしまえばいい。こんなの朝飯前でござる。なあ、失敗してしもうたか。なかなかのものだ。かたじけない。お主いいやつだな。拙者の助けがいるならいつでも呼んでくれ。哟，你就是我的御史吗？选择我鳗鱼饭，你是不会后悔的。御史，你可回来了。快来尝尝这酒，我今天从后院里挖出来的，味道特别纯。嗯，你的表情是怎么回事？就算是冰上作战，我也能把敌人打得跪地求饶。这招怎么样？果然不论什么时候都要进补嘛，不然肯定要瘦的。喂，我很累了，至少给我点吃的吧。哇，我现在就继续干活了。我已经准备好大干一场了。还没有结束。东张西望的话，很容易就会露出破绽。啪，吓到了吧？如果这座山无法被翻越，那把它夷平不就行了？小菜一碟。啊，失败了。东西不错，谢了啊。嗯，你这人不赖。我以后会好好照顾你。